ゲロトラックス、またはゲロソラックスは三畳期後半の地層より発掘された絶滅した両生類の一族。以前は他にジープスチャローグラマラタスという種が提唱されていたが、2012年現在は模式種のジープルケリマス一種しか認められない。スウェーデン、ドイツ、グリーンランドで見つかっているほか、太陽国でもそれらしい化石が報告されている。 全長約1メートル。学名は、頑丈な胸の胃。この時期の分子異目に属する種はほとんど水性で、体型が扁平化していく、進化傾向があったが、本種はその中でも最も極端なもので、パンケーキのようなという形容をされる。頭骨は、リプロカウルスほど顕著ではないが、浴場に左右に張り出し、髪型を向いた大きな眼下がある。かつては、養形成熟を行い、 生体になっても三体の外エラを保持していたとされたが、2011年の研究ではうちエラを持っていた可能性が高いとされている。死は貧弱で、孔子は前死より大きく水かきを備えていた。以上の特徴から、完全な水生種で普段は、河川や湖沼の水底に張り付くようにして、身を隠しながら獲物となる、小動物を待つ生活をしていたのだろうと思われる。 体長は約1メートル。ありがとうございます。